じゃあ今日はね、台風の影響でね、ちょっと風が強いですね。雨は上がりました。ポートレスとかからお送りします。朝日スーパードライカップですね。8月8日です。今日は天気が不安定な状態ですが、風はここまで同じ状態が続いています。10レースから撮影します。よろしくお願いします。第10レースの戸田特賞が始まります。はい、じゃあコースの方に振ります。対戦メンバー1号艇に桐本康臣、2号艇広島佐根森美優、3号艇に中北正史、4号艇東京後藤誠也、5号艇東京堀越優希、6号艇大阪田中和也、以上の6名です。さあここは勝負がけ、外枠の6番の田中一歩回れ出ていきまして、コース動いてきています。勝負がけはその田中に、内枠勢からは1番の桐本、さらには3番の中北です。前半戦でボールを落としました。現在ボーダーラインの下、1番の桐本陰線、上位着が条件です。現在ボーダー7点、6点、勝てば8点超えて2着で7点、80です。2コースが2番の金森、3コース3番の中北も勝てば8.20、そして4コースの角を奪ったのは6番の田中、現在得点率は4位、5コースが4番のことを6コースに5番の堀越です。今からスタートします。進入は1コースから1番、2番、3番、6番、4番、はい、スタートしました。はい、第1番が入ります。10、11、12って撮影します。よろしくお願いします。10レース1、6ね。